こんにちは。宮崎県にあるアイルベーダーと植物療法の店アイスの智子先生とアリサ先生がお届けします。最近お客様、お正月が過ぎたと思ったらお客様でもこう花粉症の症状を訴えるというかもうそろそろだなっていうお話もすごく増えてきましたね。そうですね、そろそろ花粉が飛び始める時期になってきましたね、うん、私たちは幸いどちらも違うんですけどね、はい、花粉症のお薬ってなんかこう眠くなったりとか、はい、こう副作用っていうかね、うん、あるみたいですね。だからちょっと自然療法的に、うん、はい、花粉症対策みたいなのを今日はお話ししていけたらいいなと思ってます。はい、まずアイルベーダー的に言うと、はい、花粉症の症状っていうのは、はい、カパの不調ですよね、はい、カパの不調といえば、まあ、そう本当に花粉症みたいに鼻水鼻炎症状だったりむくみだったり倦怠感だったり本当花粉症で起こるような症状と本当に一緒ですよね。はい、ということは、はい、増えすぎたカパを抑えるような味をとっていくのがいいんですよね。はい、っていうことはカパを抑えるのにいいのは苦味と渋みが結構よく言われますね。はい、でこちらの味をとるには結局旬のものをとっていくというのがいいんですよね。はい、そうです。日本も昔から結構菜の花だとか、うん、フキノトウとかタラの芽とか、はい、春に出てくる山菜類ですね、はい、こちらは渋かったりとか苦かったりとかするので、はい、こちらを取っていくのがおすすめですよね、はい、天ぷらとかにしてよく食べますよね、この時期は、はい、苦味のある食べ物、草ですね、はいはい、あとはお茶、はい、お茶がいいらしいですよね、はい、お茶も渋いですもんね、はい、お茶だと本当に簡単にというか毎日食卓で飲まれてる方もいらっしゃると思うので、うん、まあ、飲んでない方は花粉症に効くっていうことはもうすぐ取り入れられるようなものの一つですね。そうですね、やっぱり旬のもので、はい、昔から食べられてるものっていうのはいいものなんですね、はい、ヨーロッパでもやっぱりこう春季療法といって、はい、春のこの時期になるとやるものがあるんですよね。その時に使われるハーブは何でしたっけ？もうハーブ、花粉症に効くハーブといえばこれっていう感じのネトルですね。はい、ネトルはクロロフィルが含まれていて、上血作用とかがすごくあるんですよね。はい、ネトルはそうですね、色が濃いものほど良いっていうふうに言われてますよね。はい、他に花粉症が出てしまったらどういうハーブがおすすめですかね。出てしまった場合はエルダーフラワーとか、はい、エルダーフラワーはカタル症状っていってこう鼻のぐるぐるした感じとかを収めるのにすごくいいんですよね。はい、他にはそれこそペパーミントもすごいそうですね。鼻の通りを良くするのにいいですよね。はい、あとはこう、はい、花粉症ってこうだるかったりとか、うん、頭が重かったりとかするみたいなんですけど、はい、そういう時おすすめのハーブありますか？わー、ハーブ、メリッサ、ね、そうですね、メリッサおすすめですよね。はい、あとはこう花粉症って結局腸内環境を整えていくことで、はい、アレルギー症状が改善していくっていうふうに言われてますよね。はい、最近結構知ってる方も多いですけど、ただ花粉、腸内環境を整えることによって良くなるっていうふうにすごい皆さん知ってるので、ハーブで、さっき言ったハーブで整えるのももちろんいいですけど、根本的に良くしていくには腸内環境を良くしていきましょうっていうことですよね。そうですね、腸内環境が悪化すると、はい、アレルギー症状が重くなるだけではなくって、はい、心因性の不調であるとか、はい、あと生活習慣病の原因になったりとかもするんですよね。はい、腸内環境大事ですよね。ですよね。すごくやっぱりネックだっていうふうに言われてますよね。はい、
腸内環境を良くするには、はい、ハーブ的にはそうですね、ダンディライオン、はい、西洋タンポポとかは歓迎作用があると思いますよね、はいはい、あとローズヒップ、はい、ビタミン C もたくさん入ってて歓迎作用がありますよね、はい、そういうハーブを取って腸内環境を整えていくのがおすすめですよね、はい、やっぱり溜まってる状態だと良くない、腸内環境が良くないので出すことによってすごいまずクリアになりますよね。あとはこう発酵食品を取りすぎ、一般的によく言われる、はい、私たちも豆乳ヨーグルト最近流行ってて、はいはい、ヨーグルトメーカーを2人とも持ってて、はい、豆乳ヨーグルト作ってますね、はい、であとはそうですね、根菜類とか、煮ごととかを取っていくのもいいですよね。腸内細菌の餌になるようなものも取るといいですよね、はい、花粉症状には食べ物でも対応できますし、はい、それだけじゃなくてハーブを取り入れる生活で取るとか特におすすめですね、はい、でもそれだけじゃなくてその前から腸内環境を整えることによって症状が改善されていくっていうことがあるので、はい、ぜひ試して今言っていたやつをどれか試してみてほしいですね。はい、試してみてほしいですね、はい、私たちはこれからも暮らしに役立つ自然療法的なことをお伝えしていきます、はい、いいなと思ったらいいねボタンですね、はい、とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画で